知縁米大学は、太陽国知縁米圏に本部を置く、太陽国の国立大学である。1964年に設置された、知縁米大学は、太陽国知縁米圏アンプユムアンに位置する大学、ステープ3のふもと、ヒューイケイロードとサズップロードの間に4平方キロメートルのメインキャンパスを構える。 1964年6月に創立。2004年に博士課程の提供を開始した。現在では国内屈指の高等教育機関として高い評価を受けている。現在の学長はパンザック・アンケイシス。チェンマイ大学語学研究所1964年国立の地方大学として創設された。17の学部と3研究所を持つ総合大学で、 学生総数2万4000人に及ぶ、北部随一の規模である。創設当時は、理学部、社会科学部、人文学部の3学部でスタートした。翌年にはタイで3番目に開設された、医学部が、1967年から1975年に、かけて農学部、教育学部、工学部、私学部、薬学部、看護学部、 医療技術学部、1983年からは、芸術学部、獣医学部、農業工業学部、建築学部、経営学部、経済学部が開設された。このうち1956年に、チェンマイ学校を前身とする医学部は、国内有数の規模を持ち高い業績を持つ。また、日本の大学と交換留学、研究交流の関係にあり、その数は、国立、 私立合わせて23大学に上る。1997年の経済危機以降には、独立行政法人化が進んでいる。2011年11月、香川大学農学研究科と本学の農学研究科、農産学研究科との間で、ダブルディグリープログラムがスタートした。また、2017年、京都工芸繊維大学と教育プログラムを共同で構築し、 終了時には共同で単一学位を授与するジョイントディグリープログラムとなる京都工芸繊維大学チェンマイ大学国際連携建築学専攻をスタートさせた敷地面積は約4平方キロメートルと巨大なキャンパスでありキャンパス内には学生や教職員の宿泊施設のほか大学建設以前からの自然も多く残されている2017年8月 大学院胸内に、京都工芸繊維大学チェンマイ大学事務所が開設。創設以来、職業的知識の育成、学問、国民文化の保護の3つを目標に掲げてきた。国民文化へのこだわりを重要視し、特に北の文化の維持を意識の中心に据えている。こうした意識は、大学研究者らの行っている、環境破壊や、乱開発への批判や提言に見ることができ。 国際的評価が高い。ABC 綾部正夫、チェンマイ大学、綾部恒夫、林幸夫編著、大を知るための60章明石書店2003年230から232ページ、香川大学農学部、農学研究科ダブルディグリー、プログラム HP 工芸科学、研究科デザイン科学域京都工芸繊維大学、チェンマイ。 大学国際連携建築学専攻 HP 京都工芸繊維大学が千枚大学に事務所開設2017年12月20日大自由ランド掲載ありがとうございます